はい、よろしくお願いします、えー。今回は中学2年生の理科、放射線の発見とその利用についてお送りします。で、ここの単元はですね、あの、教科書変わりまして追加されたところになります。だからもしかしたら連続で、こう、授業をね、見てくれている方は、あれ一個前の動画となんかテンションとか説明の仕方違くないって思うかもしれないんですけど、月日が経ってますが、あの、同じ人物がやっておりますので、気にせずね、受けてみてください。 で、今回問題が5問です。で、波線があって、この波線はその同じ番号。ここに書いた答えがこことここも同じです。ここに書いた答えがこことここにも入る形になりますので、ぜひね、一回動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にわかんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が説明しながら穴埋めやっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。 よしやっていきましょうで、まあ今回穴埋め自体はすごく少ないんですが、あの、付け足しのね、説明が結構入ってきます。で、まずは、えー、時は遡ること1895年です。ここまで戻ります。ドイツ。いいドイツのレントゲン。で、これレントゲンっていう言葉は多分ね、皆さん生活の中で一度は聞いたことがあるね。レントゲン。これ、人物名ね。人の名前だよ。ドイツのレントゲンさんです。が、実験中に、 放電管から目に見えない何かが出てると。放電管の実験してた時にね、何か出てんなーって、それを発見します。で、そこに名前を付けるんです。その目に見えない何かについてね。で、それが、これです。X 線です。で、今回出てくる言葉、これもそうだと思うんだけど、聞いたことあると思うんだよね。X 線自体は、え、初めて聞きましたっていう方よりは、何か聞いたことあるっていう言葉が結構出てきます、今回。 でまずはレントゲンさんが X 線っていうのを名付けて発見して名前を付けたんだっていうのをリンクしてここ覚えてください。X 線が何かっていうのはおいおい説明しますこの動画の中でね。でまずはレントゲンが X 線いい次人切り替わります。その翌年だから1896年です。フランスのベクレルさんです。いベクレルさんがウランっていう物質があります。 で、ウラン自体は原子力発電とかで、ね、多分聞いたことある。その辺でね。ウランっていう物質から、さっきと同じ答え。X 線に似てる、またね、違うんだよ。目に見えない何かが出てるというのを発見します。で、ここが今回のタイトルにもある、放射線です。<え>放射線が出てることを発見します。だから、放射線はこっち。ベクレルさんです。 X 線がレンントゲつなげといてくださいいいかなで今みたいにウランみたいにねウランみたいに、えー、放射線を、まあ、出す物質がウランだけじゃないんですいいで何個かあるんですけどその放射線を出す物質その全体のことをホニャララ物質って言いますでちょっとややこしいんですよこれ放射がいっぱい入ってくるんで ここも放射を使うんですが、そこに、性質の性をくっつけて、放射性物質と言います。放射性物質。いいね。放射線を出す物質のことは放射性物質です。で、今言った、ま、ウラン。これね。ウランがまず代表的なところになるんですけど、もう一個ね、できれば余裕があればちょっと覚えてください。それがこの子です。プルトニウム。 もしかしたらこいつも聞いたことある方いるかもしれない。プルトニウム。いいかなまあ、ウランと、ね、ウランとプルトニウムを覚えておけば、まあ大丈夫。放射性物質に関しては。いいかなで、今回の、えっと、動画の中にはないんですけど、あの、この言葉、これ実はこの放射性の単元で中2だけじゃなくて中3。3年生も足されてます。で、3年生の方には、この言葉はね、えー、っと、がっつり出てくるんですけど、また放射ね。 これです。放射能。これも聞いたことあるよね。放射能です。で、この放射能と放射線と放射性物質を分けてほしいんです。頭の中で整理してほしい。で、まず、放射線っていうのがもともと線ね。たら、そのから目に見えない線のことよ。ベクレルが発見した。で、こいつが主役になってる。で、放射線を出す物質、い物質のことを放射性物質っていうじゃん。 で、放射能何かっていうと、これね、漢字で分けると分かりやすくって、放射と脳で分けます。脳。放射はもう放射線のことです。放射線。で、脳は何かっていうと、後ろに力つけて、能力です。だから、放射線を出す能力、力ね、能力のことを放射能って言います。だから放射能があるみたいなことを言うと、放射線を出す能力、力があるんだっていう感じ。 ややこしいんだけど、いい。ちょっとすみ分けてしきっちり。放射線と放射性物質と放射能ね。いいかな。で、また同じ答え書いていきましょう。まず、えっ、ー、と、放射線。ここね。放射線には、今 X 線。まあ X 線も放射線の一個ね。放射線っていう大きなグループの中に X 線も入るわけなんですけど、X 線の他にもこういうのがいます。有名なやつだ。読み方いきます。これ、α です。α。 アルファ線、えっ、ー、と、ガンマ線、あ、これ間違っちゃった。こ <laughs> れ間違えちゃった。ベータです。ベータ線、で、こっちがガンマ線です。アルファ、ベータ、ガンマって言います。こいつらも全部放射線です。で、この四つが有名。X 線、アルファ線、ベータ線、ガンマ線。などがあり、それぞれ物質、みんなね、ある能力を持ってます。ホニャララする性質があるって書きた、書いたんですけど、何する性質かっていうと、 ちょっとインクの先が太くてごめん見にくいねこれです透過です透過する性質があります透過っていうのはもの、まあ、をこうすり抜けるすり抜ける力ですつまりあるこう線引目に見えない何かが出ててこう線なわけよピーンってまっすぐ線進んでるわけなんですけどある物質があった時に普通止まるじゃん自分が指をさシュンってやってたら手があったらピッ止まるわけよでもこれを突き抜ける 透過していけるそういう能力を持ってます。この X 線、ファ線、タ線、マ線ね。で、そういう性質があるから、その性質が、まあ、主にね、いろんなところで使われてますけど、有名なのは、空港のホニャララなどにも使われてると。これ何かっていうと、まあ、もちろん空港だけじゃないけどね。あの、手荷物検査。手荷物。検査。 などに使われております手荷物検査ってイメージわかるかなあのちえっとこういうね箱があるんですよでこの辺にこう人がいるわけですよでここにこうねベルトコンベヤーがこうあってこう荷物をね置くわけです。でこれが自動的にウィーンって運ばれててこの箱の中を。 通過してベルト出てくるんですけど、この中で X 線でこの荷物の中に危険なものが入ってないですかっていうチェックが行われます。これは手荷物検査っていうんですけど、ここで X 線が使われてます。X 線。この中で X 線がね。いいかな。で、最後、まあ問題だけはこれだけなんですけど、ぜひここはちょっと聞いてください。この動画見てくれてる方はね。今、ね薄,薄いでしょ薄い紙 で、薄い金属板。金属は金属なんですけど、薄いやつをイメージしてください。主にアルミニウムです。アルミニウム。で、ボスはあいつ、厚いんです。厚い板。鉛とか鉄をイメージしてください。まあ、硬そうですよね。で、こいつらに、それぞれをピンってやった時に、どれに透過して、どれを透過しないっていうのが出てきます。で、グループ分けとしては、一応黒で動こうか。あいや。分けよう。ちょっと線はカットするよ。 アルファ線。ベータ線。で、ガンマと X はちょっと同じグループに入れます。このグループに分けますね。まず、アルファ線です。で、透過する力って言ったんですけど、こういうのを透過力って言います。透過に漢字の力をつけて透過力。だどんだけ透過するとすり抜けられるのっていう力なんですけど、アルファ線は一番弱くて、これ紙で止まります。止まっちゃうわけ。 ただ、ベータ線になると、紙突き抜けます。これで透過できる。シューンつって。ただし、ここで止まります。アルミニューとか金属板でね。で、アルファ、ガンマ。<laughs> ちちゃう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 。えっ、ー、と、アルファと、えっ、ー、と、X、ガンマと X だ。ガンマと X は一番透過力があって、紙も金、薄い金属板もいけるんだけど、ここで止まるっていう。こうやって、それぞれに、えっ、ー、と、透過するものが変わってくるので、これはぜひ覚えておいてください。 いいかなだから、こういった、その、透過力の部分を使って、あとは、X 線には物を光らせる力もあるんで、それを使って、例えば、この中にね、ナイフとかが入ってると、ナイフがこうやってね、こう入ってるとしましょう。そうすると、これが、くっきり映るわけです。で、えってなって、その危険物を、えー、飛行機の中に、ね、あのー、運び込まないようにする、そういうのを使って、手荷物検査で、えー、使われているというものになります。 いいかな。ということでえ、今回はね、理科の放射線の発見とその利用についてやらせていただきました。まあ、言葉自体はね、新しいことはそんなにないんですが、えここをしっかり押さえておかないと、中3の方でまたちょっとマニアックな方向出てくるからね、そこで苦戦しますので、ぜひね、しっかり押さえておいてください。では、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。